皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。そしてアシスタントの白ひげです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、来ましたね。来ましたね。何でしたっけ。ゴッドフェス。ゴッドフェスじゃないか。それゴッドドラだ。あ、こう、まあね、そう、超獣神祭か。超獣神祭が来て、はい、来たということで、何を狙うんですか。まだ持ってんすよ。そう、まだ持ってんですよ。皆さんごめんなさいね。ポチッとしまって、今がこれですね、超重心祭ってことで、うん、もうマナ持ってるんでね。あとは持ってるんですか、ノストラダムスとか。あとこの中にあるやつだったら、はいはいはい、今ね、自分が欲しいのは、うん、あ、で、当てよ、うん、カムイ。正解。ね、カムイは持ってない。羨ましい羨ましい、ずっと言ってるんですよ。正解。、まあ、カムイはね、結構無双するステージが多いんでね。うーん、強いんですよ。結構フレンドでもね、ね、カムイ連れていくこと多いですね。そう、うん、で、一旦当てればフレンドも多分設定してる人多いんで、2体使えることになるよね。そう、それはありがたい。それはありがたい。だから今回は神狙いですか。うん、行きたいね。行きたい。うん、じゃあ一丁行ってみるか。はい、じゃあ同じように30連で。30連ね。はい、回します。いやー、楽しみだな、この感じは。やっぱりね、重心さ、やっぱりね、うん、お祭り、こないでフェスだもんね。2回転しない。あー、うーん、まあ、止まればね、持ってないですもんね。持ってない持ってない。じゃあ、ある可能性は。止まれば超重心さ、舐めたらあかん。ふふ、え、いった。生き顔を晒すな。キス顔に続き生き顔を晒すな。やめろ。もう何しても俺言われてる。はい、ということで、はい、じゃあもう一回いきまーす。いやー、これが超重心祭か、はい、なるほどです。まあでもなんか本当にとにかくね、止まってくれると話にはならないのでね。はい、いきまーす。おお、確定。あの超重心祭限定キャラがこれ確定します。何が来るかな、何が来るかな、何が来るかな、はてはてほほー。できるからじゃねえんだよ、やるんだよ、つって。あ、かっこいいね。そう、あ、ロミオ。ロミオね。何、止まるか。ストライク、あ、ストライクか、ストライク持ってる持ってる持ってる。ストライクはね、若干もう昔のキャラなんでね。うん、でもアイコンの、うん、画質が悪いんですよ、なんか知んないけど、ぼやけてんすね。あー、もともとのね。そうそうそう、なんか知んないけど、改造とかおかしいんすよ、ね。うん、重心感でも俺結構かっこいいなと思ってて。確かに。うん、ねえ、まあでもね、ジョッカイ F6 のトランスティナーみたいですね。あ、ね、わかるかな。じゃあもう一回いきますね。はい、よいしょー、確定。来ないね。でい、さあ、めぐみさん頼みますよ、ほんとに。さあさあ、ほんとお願いしますよ。止まれ、止まれば熱いんだから。超重心祭は熱い。おお、またさらなんだ。またちょっとマニアックなやつ引いてったね。まあ、待って、新しいの一旦当ててないね。当ててない、なんか古いやつばっかりでしょ。こいつも古いでしょ。古いね、これ。うん、なんか俺も古いし、人が好くさ。え、なんすか。古いクソ出したって言って、自分本当に今進化しないってことですか。え、僕も古い人間なので、ね、ああ、なるほどね、うん、そういうことですね。急にそんなこと言わないよ。僕も古いクソ出したって言いましたね。まあいいや。はい、はい、ということで、はい、今回ちょっとね、残念な結果ではないんだけれども、うん、おー、まあ新キャラ当たんなかった。まあちょっとね、狙ったものがね、うん、当てられなかったのかなっていうのはね、ちょっと残念かな。残念でしたね。はい、はい、ということで、はい、以上、キコちゃんと下ひげでした。バイバイ。